アソシオサルコーでは
地域の方々と協力しながら阿蘇の魅力を皆さんに伝えています。地域をゆっくり歩くと、そこにあるものやそこに住む人々の様子が五感を通じて伝わってきませんか？さあ一緒に阿蘇を歩きましょう。